甲府市にある種田三等家青果棟にやってきました。あの有名な俳人の三等家の青果ですね。まあ今は家はありませんが、もともとここにあったということで、小道がありますね。三等家の小道、三等家が幼少期によく歩いてた道ですね。見取り図、生まれた家は跡形もない宝樽。この句は有名ですよね。酒、三等家だ。まあ、いろいろあって全国放浪しだすってわけですね。裏はこんな感じだけど何もないですね。もう一度三等家は酒のイメージがあるんで、やっぱ合いますね。まあ酒造を営んでたっていうのもあるけど、酒浸りのイメージが。ここにも案内はあるな。昭和の松尾芭蕉、その自由な生き方と自由な表現の句が現代ともに共感を呼んでいます。ちょっとね、気になるんですけど、これ水？名水なんだ。飲めるのかな？飲めるのこれ？水が。
うん、若干甘いな。はい、ということで種田山頭火の聖火跡ですね。聖火跡。